後半戦はクラブアイランズのキックオフで開始する形になります。キックオフを務めますのは33番の中野が務めます。大阪芸術大学出身のプレイヤーです。さあリターンできるか大阪学園。リターンの体勢が崩れた格好になりまして、結果的に大阪府警陣6ヤード付近でとどまる格好になり、この位置からの攻撃という形になります。ここで負傷者が発生したため、現在レフリータイムアウトが入っている模様です。さあタイムアウトを届けまして試合再開となります。大阪府警自陣6ヤードからのファーストダウン10。パス不成功です。まず左側にいる24番にパスを投じましたが、24番これをキャッチできず、パス不成功となっています。セカンダウンに変わります。大阪府警セカンドダウン10。さあここでランプレーを投入しました。ドロープレーです。パスをフェイクにする格好でランニーバック29番に突入させましたが、しかしこれはクラブベアーズも対応しまして、ゲインはほとんどなくサードダウンに変わります。さあ大阪府警まず陣地挽回を図りたいところ、自陣6ヤードからのサードダウン10。さあここでドロープレーを展開しようとしましたが、これもクラブベアーズ43番見事に仕留めまして、フォースダウンに変えます。この突破は託されましたが、大阪府警31番の東でしたが、これを仕留めたのがクラブベアーズ43番の松井です。神戸学院大学出身のプレイヤーです。先ほどのインタビューにも答えていただきました選手、見事にその公約通り素晴らしいプレーを披露しております。大阪府警フォースダウン7。さあトラブルあったかどうか、セーフティー。ここでパンタースナップをジャッグルしました。なんとかカバーしてケロとしましたが、しかしそこにクラブベアーズディフェンス陣殺到、最終的にエンドゾーンで倒される形になりまして、セーフティー、自殺点となります。
従いまして、ここでクラブベアーズに2点が献上される格好になり、クラブベアーズ2点追加し、クラブベアーズ12点、大阪府警シーズ0点とその差広がる形になりました。さらにセーフティーは自殺点となりますので、失点した側がキックオフし試合を再開いたします。その位置もさらに通常と異なり、自陣20ヤードの位置からのキックオフです。失点した側のキックオフですが、セーフティーの場合にはパントスタイル、そしてプレースキックスタイルのいずれかを選べますが、大阪府警はプレースキックスタイルのノーマルなキックオフスタイルを採用する模様です。さあ、なだれ込むようにリターンしまして、82番、相手陣35ヤード地点確保し、この位置からクラブベアーズの攻撃に変えます。さあ、さらに得点狙わんという位置にありますクラブベアーズ、相手陣35ヤードからのファーストダウン10。ここでホイッスル。ここで大阪府警後半1回目のタイムアウトを投入します。先ほどのセーフティーも合わせまして、若干動揺の感がチームにありました。これを一旦沈めるため、流れを断ち切るタイムアウトをここで投入します。しばしばこれらは効率においてはあまり価値がないのではというふうに言われる議論もありますが、私自身はアメリカンフットボールほど激しい競技こそ、心技体が整っていることが非常に重要になります。特に心の動揺はその全てをゴアさんにします。これをせき止めるためのタイムアウトは価値があると私自身は思っております。さあ、タイムアウト解けまして、クラブベアーズ攻撃が再開です。ボールオン、相手陣34ヤードからのファーストアンテン。さあ、密集点に入ります。中央へのランプレー。まずここでパワフルなランプレーによって前進を図りました。キャリア12番に託しまして、オフェンスラインともども密集点に突入し、約7ヤードのゲインとしています。キャリアとなりましたのはクラブベアーズ12番の小田です。大阪産業大学附属高等学校出身のプレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウン3。ここでトラブルが発生しました。クォーターバックスナップを受け損ねて後逸しました。なんとか自ら確保しましたが、結果的には交代しましてサードダウンに変わります。クラブベアーズサードダウン10。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック8番、ここでパスプレーによってハイドレシーバー82番にパスを通し、攻撃権更新を図りましたが、しかしここでイエローフラッグが投じられました。先ほどのプレー、果たしてこの反則の中でも成立するでしょうか。この審判団のコールを待ちましょう。
オフェンスの反則です。ハンズオフェイス、相手を押しのける際に相手のフェイスガードを押さえつけるという形で反則となりました。従来はこれらは緩和されていたのですが、危険性を鑑みまして、これが反則となっております。ペナルティとしては重大な扱いとなりまして、15ヤードの抜体、従いまして15ヤード下がりまして、サードダウンやり直しとなります。さあ下がりましたが、このサードダウンの状況突破なるでしょうか。ハーフウェイからのサードダウン25、さあここでパスによって突破を図りました。ロングパスを投じるかと思いきや、手前にいるレシーバーに投じ、そこからキャッチアンドラン、ランアフターキャッチを図りました。スピードによって82番右サイドウィングが駆け上がりましたが、しかしこれは大阪府へ詰め寄りまして、攻撃権更新ならず、フォースダウンに変わります。クラブベアーズフォースダウン11、パントフォーメーションを取る模様です。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなりました。タッチバックとなった場合は攻撃権は相手に移り、相手チーム陣20ヤード間の攻撃と変わります。ここで大阪府警が非常にテクニカルなプレーをしました。リターナー、ここでフェアキャッチシグナルを出しまして、キャッチをしてもリターンをしないという形で意思を見せましたが、そもそもキャッチそのものをしない位置におることによりまして、その軌道を見余らせる形にしまして、セーフ、このタッチバック成立させました。このあたりはアメリカンフットボールに熟知している、意味でも素晴らしいプレーでした。さあ大阪府警自陣20ヤード間の攻撃となります。大阪府警シリーズファーストダウン10、さあランプレーを投入しましたが、ここは、クラブベアーズ踏みとどまります。中央へのランプレーを展開しようとしたところ、クラブベアーズディフェンスライン詰め寄り、4番が最終仕留めまして、このランをノーゲインに変えております。クラブベアーズ4番は川口です。龍谷大学出身です。大阪府警セカンドダウン10、パス不成功。クォーターバック19番プレッシャーある中、そのカバーをついて9番にパスを投じましたが、しかし9番もカバーされており不成功となっております。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。クラブベアーズ失礼しました、大阪府警サードダウン10、パス不成功。ここでクォーターバック11番左奥走り込んだ24番にロングパスを投じました。24番ディフェンス振り切りましたが、日差しが目に入ったでしょうか、ボールを見失いパス不成功になっております。若干西日が強まってきた感があります。この鶴見緑地、その向きによってはレシーバーの目測を誤る位置にその日差しが入ってくる可能性が出てきております。大阪府警フォースダウン10、パントフォーメーションを取ります。これをクラブベアーズ82番果敢にリターンしまして、相手陣35ヤードの位置確保し、攻撃権を獲得しております。この位置からクラブベアーズの攻撃に変わります。
クラブベアーズ相手陣35ヤードからファーストダウン10。さあまず密集点にランニング枠を突入させました。中央突破戦という形で果敢に突入させましたが、これは大阪府警もフロント陣踏ん張りまして、65番、50番などが殺到し、このランを阻止しております。クラブベアーズセカンドダウン9。パス不成功。クォーターバック8番プレーアクションを挟みましてパスを投じましたが、しかしディフェンスのプレッシャーありましてか、クォーターレシーバー29番へのパスは上ずり、オーバースローでパス不成功。サーダウンに変わります。クラブベアーズサーダウン9。さあこのランどうなるか。攻撃権更新ファーストダウン。ここでこの9ヤードをランプレーで突破し図りました。そしてその期待に応えて12番見事攻撃権更新なしております。クラブベアーズファーストダウン。素晴らしい、勢いあるランによりまして攻撃権更新しましたのはランニング枠12番の大田でした。大阪産業大学附属高等学校出身。クラブベアーズファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバックはプレーアクションパスでターゲット12番にパスを投じました。しかしこのパス12番手にかかりましたがキャッチできず、パス不成功でセカンドダウンに変わります。クラブベアーズ相手陣24ヤードからセカンドダウン10。ナイスラン、ファースター。ランニングバック21番ハンドオフから左オープンに展開、その大きく空いたスペース見事につきまして攻撃権更新果たしております。クラブベアーズファースター。スピーディーなランで攻撃権更新を果たしましたが、クラブベアーズ21番の野々垣です。関西学院大学出身です。さあ相手陣13ヤードからクラブベアーズファーストダウン10。さあ再び密集点をつきます。今度はハンドオフから中央切れ込みましてランニング枠33番約6ヤードのゲインを果たしております。キャリア33番は中野です。大阪芸術大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウン4。判定どうか。タッチダウン。ここでクラブベアーズパスプレーによって見事これをタッチダウンに変えました。左奥走り込んだレシーバーにパスを投じ、そのレシーバーエンドゾーンで着地したことによりタッチダウン成立です。クラブベアーズタッチダウンパスにより6点追加となっております。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。
このキック成功し1点追加、グランビアーズ19点、大阪府警シリーズ0点とそのスコア広がる形に成功しております。フィールドを駆け抜けるように左サイドエリアに、入りましたレシーバーにパスが通りまして見事タッチダウン成立となっております。さあ着実にそのリードを広げております。クラブウェアーズのキックオフで試合再開となります。今スタンドではお子様方の非常に華やかな声援が送られております。やはりこういった家族の応援というのは非常に旗から見ていても羨ましく、そしてとても微笑ましく、そして頼もしく思います。さあリターンに入る大阪府警、中央つきまして大阪府警陣23ヤード付近確保しこの位置からの攻撃に変えます。大阪府警自陣24ヤードからのファーストアンテ、南岩区29番ハンドオフから中央突破、しかしそこからディフェンス集まりまして左オープン展開し約5ヤードから6ヤードのゲインを果たしております。大阪府警セカンドダウン4、これはクラブベアーズナイスディフェンス、再びランプレーにより前進図らんという大阪府警でしたが、ここに、クラブベアーズディフェンス陣殺到、素晴らしいチャージかけまして、56番と10番が仕留めまして2ヤードから3ヤードロスに変えております。クラブベアーズ56番は神村、近畿大学出身です。パス不成功、大阪府警11番ここで左奥走り込んだ21番24番にパスを投じましたが、このパス24番キャッチできず不成功、フォースダウンに変わります。大阪府警フォースダウン7、パントフォーメーションを取ります。このパントはクラブベアーズ陣40ヤード付近でとどまりまして攻守交代、攻撃権はテイクオーバー変わりましてクラブベアーズに変わります。
クラブベアーズ自陣40ヤードからファーストダウン10。さらに行きます、まだ行く、ナイスファーサー。ここでランニングバックが素晴らしいプレーを見せました。ランニングバック31番33番、ハンドオフから中央突破し、そしてそこから空いたクルケで左オープンに展開、さらにセカンドエフォートサードエフォートを加えまして攻撃権更新しました。見事なパワフルなランで攻撃権更新です。クラブベアーズファースター、見事なランを披露しましたのは33番の中野でした。大阪芸術大学出身です。ここで第3クォーター終了となっています。第3クォーター終わりまして、クラブベアーズ19点、大阪府警シールズ0点、双方攻守の向きを変えまして最終クォーター第4クォーターに移ります。